ソフトバンクの人的保障問題で保障の見直しについて様々な議論がされてるんだけど、カープファンとしてはこのままのルールでいいと思っちゃうよね。ルールを守るのは当たり前としてね。カープは FE 選手の獲得に参加しない球団。むしろ人的保障でチーム力を維持やるいは上げてきた背景もある。今欲目にするプロテクト枠の拡大案やそもそも人的保障をなくすべきなどの意見はカープにとって避けたいことなんじゃないかな。逆に人的保障がなくなれば金銭保障のみとなるとして、近年稼いでるカープ球団なら FA 選手の獲得に参戦できそうで、そっちの世界戦も見てみたい気もするけど。金銭のみは難しくても、ドラフト指名権の譲渡と言わんもよく聞くね。選手ファーストで考えると FE 宣言しやすい環境っていうのが求められてる。人的保障制度について高木豊さんは YouTube で、日高にしたってさ、ルーキーで1年目終わった時に保障で移籍になるんでしょ。なかなかね、そこも移動させるのかっていうことになるとこの制度自体良くないよねと話していたよ。阪神岡田監督もプロテクト28人やったらそらしんどいわと話していたし、変わっていく時期に来てるのかもしれない。17日に開かれた監督会議で今回の人的保障について議題に上がらなかったそうなんだけど、今後の動きにも注視していきたいね。カープファン、他球団ファン、プロ野球ファンで意見が割れると思うんだけど、皆さんの意見もお待ちしています。